与党だから本当、あんまり言いたくないんですけどこれは文民統制の観点で問題があると、えー、防衛省に一連の不祥事事案について伺います、特に潜水手当の不正受給、これについて大臣に伺います。防衛省自衛隊は、あの最も巡法精神を求められる武装集団という中にあって、組織組るみのこのような事案が起きたというのは、極めて私も残念です。えー、午前中の委員会で大臣は あの責任を取るや,一つやり方として、組織を自分が先頭に立て、立て直すんだというふうに言われました。あのその意味から、あのえー、大臣あの、海上自衛隊の潜水艦救難艦、千早千代田の部隊訪問、これを緊々行う考えはありませんか。やはり奄美の方に行く、あるいはヨーロッパ、東南アジアに行くのも大事ですけども、やはり先頭に立つというんであれば、千早千代田、 これをやっぱり近々、大臣が訪問して、組織を立て直すということが大事だと思いますが、いかがでしょうか木原防衛大臣。まず、今月12日に公表いたしました、一連の事案および海上自衛隊の潜水手当不正受給事案および不正屈食事案。 について不十分な内容の公表があったことは防衛省自衛隊の活動に不可欠な国民の皆様の信頼を裏切る決してあってはならないものであります防衛大臣として改めて深くお詫び申し上げます防衛省失礼しましたその上で、えー、先ほど佐藤委員からは、えー、視察の話がございましたこれまで積極的に現場に足を運び また視察を行うと、隊員の姿を直接確認し、私自身、その先頭に立ってリーダーシップを取り、防衛大臣と,のとしての責務を果たし、国民の信頼を取り戻すべく、ですね引き続き、えーえー、現場あ重視ということで、えー、この視察についてはですね、えー、検討していきたいと思っております佐藤君、あのやっぱ明言していただきたいんですよ、やっぱ責任の取り方として先頭に立って組織を立て直す。 言うんであれば、隊員から見るとですね、奄美には行く。あるいは、そのヨーロッパや、今週がまた、今週から東南アジアに行く。これは大事です。だけど、やはり、この処分がされた、舞台、行くのは極めて大事であの、大事だと思います。特に大臣、多くの隊員は真面目にやってるんですよ。真面目にやってる。えー、ただ、今回の一年の不祥事によって、自衛隊や組織に動揺が広がっている可能性も、ある。 そういうい懸念がありますさらに大量の処分者が出たことによって、部隊運用に支障を来すのではないかという懸念もあります。特に飽和潜水は誰ができるというものではありません。あのまあ、そういうことを考えると、隊員の指揮行為を図りながら、部隊運用に穴を開けない、しっかり再発防止をやるというのであれば、今回のやっぱり、えー、事件の焦点である、この千波や、あるいは千用だ、これは絶対くべきだと思います。それががメーカーカの答弁がなかったと極めて 個人的には残念ですあの水俣病関係では、環境大臣は、あの事案の後三3度水俣のを言ってるということも、復、え、元、ー、させていただきたいと思います。で大臣、やっぱり今回のこの、えー、文民統制の観点で、非常に問題があったというふうに午前中の、えー、衆議院の委員会でも答弁されておりますけれども、やはり今回あの、逮捕された4名のうち、2名はもうすでに自衛隊を退職されていた、 民間人でした民間人2人を逮捕するというにもかかわらず、大臣の方にそれは上がっていなかったということは、一般常識から考えても、自衛隊のルール、あるいは文民統制という面で、これは問題があると思います。民間人を逮捕するということの重み、これは文民統制の観点で、やはり問題があると、やっぱり、人教局の内局の人間も自衛隊員ですから、文民統制の対象者です。 人教局で止まっていいたという部分しかも民間人を逮捕したのに大臣にあげない、こういうやっぱり感覚含めて、この大臣、文民統制について、今回、どういう受け止めをされているか、ご見解をお伺いしたいと思います木原大臣海上自衛隊の潜水艦あ、潜水手当不正受給事案に。えー おきましては自衛隊員の逮捕についてまあ、その重要性に鑑みれば海上学幕僚幹部からの報告を受けた人事教育局から速やかに私に対して報告がなされるべきであったと考えておりましてまさにシビリアンコントロールの観連から適切な対応ではございませんでした今回の 教訓を踏まえまして、内部部局において防衛大臣の補佐に必要な判断を適切に行うということを徹底するとともに、えー、隊員の逮捕や懲戒処分にかかる情報の円滑な報告に万全を期すため、現行の制度を改善してまいります。えー、退職自衛官とというののはは実際にこ、えー、これは、えー、刑務刑務隊逮捕するがができませんが大臣の 指示があればできるとしかしながら、今回は私の指示を得ていません、つまり先決ということでやっているわけであります。こういった現行の制度にやっぱり問題があったんだろうというふうに理解をいたします。えー、また、あまあこういった教訓があります、内部部局によって防衛大臣の補佐に必要な判断を適切に行うことを徹底するとともにです、ね、隊員の逮捕や懲戒処分にかかる情報の円滑な報告を万全に期すため、現行の制度、これをしっかりと改善し、見直します。 佐藤君あの与党だから本当、あんまり言いたくないんですけどやっぱ今回、やっぱシビリアンコントロール点では、これは与党からもやっぱ公言を呈さざるをえないという状況だというふうに思いますので、しっかり対応をお願いしたいと思います。ただ、今回の潜水手当の不正受給事案に関しまして、えー、潜水は身体的負担が大きい任務であると思いますが、そういった任務に従事する隊員に対する手当として、本当に現行のものが十分と考えるのか。 潜水士を含め自衛官の処遇が悪いことが今回の手当の不正時給という不祥事の背景にあるのではないかという,ような考えもあります。大臣のご見解をお伺いします。岸原大臣、まあ潜水手当を含みます特殊勤務手当の金額というものはその勤務の特殊性あるいは困難性等を踏まえて適正に評価をしているところです。まあ仮にですね。 まあ手,当手当額に不満があったとしても、それを理由に不正受給が正当化されるものではないと,ということです。いずれにせよ、今後このようなことが起こることのないように、今一度基本に立ち返り、コンプライアンス教育などを通じて、再発防止を徹底してまいります佐藤君やっぱりあの。今回本当に立て直すとなれば実際のの現状というものを大臣自ら 隊員と直接会ってですね話を聞いて両方合わせて対策をお願いしたいと思います皆さん最後までご視聴ありがとうございましたどうか皆さんチャンネル登録ぜひよろしくお願いします日本を強く前に進めてまいります